いやあ、せつのけいすけだよ。ジ・エンド。曲少女ジ・エンドやっていきたいと思います。もうバリバリ攻略サイト見ていってからな。もうバッチャケで言うたらバリバリ攻略サイト見てきましたよ。かなり魂の手に入れ方というかさ、それ以前になんかまだちょっと手に入れてないアイテムがあったみたいなんで、やっていきたいと思います。まずだ。ここ。ここ一番右。一番右にあったあそこの教室。ここだ。ここ音楽室、これ西条元也くんだったかながおった机の中見たらなんかなかったっけあ、こっちだこっちだ、西条元也くんの机多分こっちだな。あれどうなんだろうこのゴミ箱の中調べてなかったねって話で、少女の裸体を撮った写真、少年が自行為をしている写真が入っていた。少年の写真の裏に何か書いている。弥生大好きだよ。気持ちいいよ。弥生で気持ちよくなったよ。またしよう。やめろやめろお前。やめろ。君の元よりじゃねえよ。お前やめろ。この動画見よる人の年齢とか考えてみろ。ひどい。これはまさか、あの事件か。モデルの写真と、ヤヨの写真、何？なんか揺れてますぜ。どうした？何？さっきにちょっと写真確認させて。ちゃー、ラブレターじゃないっす。ラブレターじゃないんです。ラブレターじゃないんです。写真です。写真なんです。写真だから。俺は気になったのは写真だから。モデルの写真。裏だけ。まあ、表なんか見なく興味ないけどさ。それより問題は、裸体の方、裸体の方。やりましょう。いえーまあ、しょうがないよね。なんだい無理なんだい無理なんだいね。待てよ、もうバカだよな。あの女の盗撮写真が一枚だと思う本でやから。本当はコピーいっぱいあるのにな。おい、お前ら、この学校の全ての教室の黒板にこの写真貼り付けてこい。弥生が苦しめば、元也も苦しむ。かかかか。そう。いじめ放題じゃないか。あ。ってことは、今ので多分、こっちの方も、あれなんかもしれん。こっちの下の階の、もうそれいいけん。その棒はいいけん。が、発動して、ようやくここが、中見て、見て、中になんかあるとかそういう話じゃなかったっけ？攻略サイトはそう書いてましたよ。あれ？おかしいな。さて。では、家庭科室、行ってみましょうか。今度こそ行けると思うんやけどな、多分フラグ的には、フラグが立ったしてくれとると思うんやけどな、ちゃんと。今度こそなってないかな。フラグが立ったわ。まだかな。フラグが立ったしないってことは多分今アイドル教室でのイベントが全部やれてないってことだと思うよね。あ、ここは違うんちゃうわ。ここそうだったあるんかな、かえ魂あるんかな。カネ倒しやっぱないで。あれ？カネ倒しやっぱないぞ。あ、カネ倒しここにない。あ、そう。ああ、指を突っ込みてみーって感じになってしまう。何指を突っ込むとかで選択肢あんの。模範演技としてやるべきなのこれ。やるべきなのこれ。模範演技として指突っ込むべきなのこれ。ダメだよ、それ。やめとこう。これはちょっとグロ動画じゃないけんな。やめときますわ。サビを落とす。そうじゃそうじゃ。あの本に書かれとってのはね、あの、金魂を使う方法だけじゃなくてね、この薬品で落とす方法も書いとったんですよ。あ、なに？どうしたんや？どうしたんや？どこで割れたんや？どこで割れたんや？
理科室。理科室から倉庫やけん、まあ、とりあえず遠いな。セーブしとこうかな。よし、行くぞー。ドーンと行くぞー。あーお、なんか最近こいつらよう出てくるな。でもちょっと若干慣れてきた気はせんでもないけどな。よっしゃ、どんどん行こう。え、ここの階だったっけな。通路ない、通路ない、下の階だった。一つ下の階だったわ。間違えた。で、こっちに行ってからのララーララーララー。よし、今ちょっとチラッと見えたよね。あ、たまに出てくるんじゃ、俺。たまに幽霊がついてくるんじゃ、この地図とともに。どうでもいいところに出てきたな。目立ちたがり屋なのか、そうじゃないのか分からんよ。で、トークの鍵がちゃんと開くわけです。暗いね。何かありそうやし。X でメニュー開けんし。何です、何ですかね。あ、もてや。もてや、俺たちの前で服脱いでマスターベーションしろ。マスターベーションの意味は何かっていう人おると思うけどね、それ自分で調べてください。僕は言いたくないです。なんでそんなことを。いいからすぐしろ。ほや、アオイちゃんの写真だって用意してやったぞ。なんで、どうして、弥生ちゃんの写真を君たちが。どうして、撮ったに決まってるじゃないか。隠し撮りなのか。ああ、そうだよ、あの女が着替えてるところを撮ったんだ、女子更衣室でね。完全に変態じゃん。こいつの方が変態じゃん。まさか君たち、その写真を。そうだよ、よく気づいたな。お前がここでマスターベーションしなかったら、この写真を学校中にばらまくつもりさ。バカな、やめろ。弥生ちゃんは何も悪くないじゃないか。そんなの知ったことか。俺たちは人の苦しむ姿を見るのが好きなんだ。ただそれだけでいいんだ。悪の根源だよこいつら。だけどそんなことをしたら、君たちがやったことが知れて警察行きのはずだ。名前は何を言っている。警察について行かれるのは元やお前だぞ。え、まだ分かっていないのか。どうしてお前にマスターベーションさせるか。その写真を撮ってお前を犯人として仕立て上げるために決まっているだろう。は、ふざけるな。どうして君たちのやったことを僕が責任を負わなければならない。何を言ってるんだい。責任を負うのは君だろ。ほら、お前が大好きな弥生ちゃんの写真だぞ。ばらまいてもいいのかな。やめろ、それだけはやめてくれ。はあ、はあ、分かったよ。弥生が気づくのが嫌ならさっさとそこでしろよ。マスターベーション、カメラの準備ならできてるぜ。こっちもバッチシだ。さあどうする、やるのかやらないのか。一つ条件がある。なんだ、言ってみろよ。弥生ちゃんの写真を僕に渡せ。あああ、とんだ変態だな、元や。ほらよ。僕のせいで弥生ちゃんが傷つくのは嫌だ。僕がここであいつらに言われたようにすれば、弥生ちゃんは傷つかなくて済む。果たして本当にそうなんだろうかって感じよ。ちゃんと喋っていこう。見落としがあったら後で来なあかんようになってしまうからな。あ、何がある？鍵。学習室2。2って言うべきか、2って言うべきか分からんけど、2って呼ばせてもらうからな。遠いな。学習室2か。だんだんこの学校で起きた事件が分かってきた感じになってきております。これが第2章の内容なんですね。あ、ここじゃない。こっちだ、こっち。今回のパート中に学習室に見たいんだ。2って呼んでもいいけどな。学習室2。もう僕の夏休み2みたいな感覚です。どこだったっけ？1階か。下降りな。
よっしゃー。そんでもって、ここかな。よっしゃー。あ、もとやくん。どうして、どうして弥生ちゃんの写真を。やっとくじゃなかったのか。僕がマスターベーションすれば写真を学校中にばらまかないんじゃなかったのか。もう、絶対許さない。憎悪になった。その気持ちは憎悪になった。アムダ、え？ちょっと違うな。え、なに？アムダビダ、ん？もういいや。もうこのネタはいいや。学習室ワン。隣や。誰これ？弥生ちゃんの方かな？どうして？どうして私の写真を学校にばらまいたの？ひどいよ。ひどすぎるよ。こんなことするなんて。完全に、元谷くんのせいだと思っとるな。もう、絶対許せない。許さない。西条元谷。元谷くんじゃないのに。校長室。校長室での最後ってか、感じやな。このままやろ、このパート。このパートで終わらそう。確かこっちだったと思うよな。降りすぎかな。降りすぎっぽいわ。とりあえずこっちに行ってのこっちだ。遠いな、校長室。あ、今は弥生ちゃんか。アムダビダ仏。なんかちょっと間違っとる気がするけど、アムダビアムナミ、え、ナムアミダ仏じゃ。ナムアミダ仏。なんかすごい間違ってるやんこれ。図書室の隣、ここだ。え、どういうありさまこれ。ま、待てよ元や。元谷くんがもう崖崩れして、もう殺す状態になってしまってる。落ち着けって。僕は落ち着いている。は、話と違うじゃねえかよ。面白いものを見せてやるって言ったから来てみたら、なんだよそのナイフは。君のこそ話が違ってじゃないか。僕があの時君たちに言われた通りにすれば、弥生ちゃんの写真をばらまかないって言ったのに。そう、それは誤解で。何が誤解だ。これを誤解で済ませる気か。二宮は悪かったよ。僕が悪かったよ。土下座するからさ、ほら、するからナイフを下ろしてくれ。君がこんな腰抜けだったとはびっくりだ。君みたいなクズにいじめられていたなんて、ふふ、すごく残念だよ。後ろの二人も残念に思ってるだろうね。こんなクズについてきたせいでこんな目に遭ってしまって。なあ頼むからさ、ナイフしまってくれよ。悪いけどナイフはしまわないよ。僕は僕をいじめた弥生ちゃんを傷つけた君たちを本気で殺しに来たんだ。ちなみに君はもう逃げられないからね。証拠口は開けられないように僕が髪を締めている。鍵を持っているのもこの僕だからね。なあ二宮、僕に殺される前に一つ答えてくれないか。どうして僕をいじめの標的に選んだ。楽しかったんだ。僕たちの持っていない居場所を持っているお前をいじめるのがなんだか優越感に浸れて楽しかったんだ。居場所？家族という居場所だ。そうか、残念だよ二宮。もっといじめっ子らしい回答が来ると思えば。家族？もっと君はいたぶるつもりでいたのに、後ろの二人のように気分が冷めたってじゃないか。元や、許してくれ。助けてくれ。更生するから。残念だけど君たちに更生の余地はない。一度人を傷つけたらその傷は二度と言えないんだ。永遠に残るんだよ。だから君に同情する気にもなれない。いろいろと学会だよ二宮。さて、昇降口の鍵を閉めて帰るとするか。いじめられとった方が逆ギレしていじめっ子になったパターンのやつ。え？弥生ちゃん。あ、ここで弥生ちゃんに見つかって、もう完全に元谷の
元よがもう悪人みたいな感じに見えとんじゃんこれ。え、この後どうなる？あ、まだ続ける。弥生ちゃん待って。見ていてあまり気分のいいものではなかったと思いますが、今はとにかくあの少年を追いましょう。彼が証拠口の鍵を持っているみたいですし。証拠口か。はい、そういうことか。だから証拠口の鍵がなかったんじゃ。次のパートで行きましょう。次のパートで証拠口から脱出、いや違う、持ってあと弥生ちゃんのラストどんな感じで終わったか見届けましょう。では今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週上げ